粗品です。せいやです。本日はですね、テレビ番組タイトルクイズ。クイズいいね、好きやね。クイズ大好き。クイズノック目指してます。クイズ大好き。クイズ大好き。松浦慶吾さん、松浦バレエ大好き。クイズ界ほんまね、俺下モリチューブ、まあ、家でたまに見んねんけど、はい、普通に娯楽として、はい、クイズ界おもろいねん。いやおもろい、でも伸びへんねん。伸びへんけどやっぱおもろいねん。トンネルズさんの時めっちゃおもろかったよな。つぶやいて俺が撮るやつ。ほんま最低やぞ。あれやめろよもう。ちょほんま不正かなので。不正じゃない。さあ、番組タイトル読み上げて、そのサブタイトルを当ててもらうという。むずっ。例えば、笑っていいと思ってたら森田和義、お楽しみアワーみたいな。森田和義アワーアワーか、お楽しみな。このサブタイトルを当てるというクイズ。むずこれ。むずいな。むずい。ちょっとやってみましょう。で、今日照明強ないですか。なんかそうやね、なんかピカピカしてる。おお、俺、色素ちょっと薄いんで、ちょっとそれ困難になりますけど。目弱いんです、茶色いから。確かにな、照明強い。じゃあ、お願いします。世界丸見え。あ、テレビ特捜部。うわー、これをやられた。おお、そういうことね。 すごいわ、お前。そういうことね。ようパッと出てきたの。嬉しい。情報なんとかだったらすごい。ってことやんな。おう、世界丸見えさん、ええー、なー。俺も挨拶したい。2回出させてもらったんですかね、うん、で、芸人の洗礼の、はいはい、オープニングでたけしさんになんか顔ぐちゃぐちゃされたりとか汚されるとか、もう最高でした。ないな。ねえ、俺も言いたい。ただ、ほんまにツッコミ失敗した。すいませんでした。エア見たいな。久しぶり見たいね。いや、挨拶したい。いや、今の、okay、今のやられたわ。挨拶、ちょっと、今日のね、テレビ特捜部、人たちちゃうかも。確かに、今のは、出へんかった。お願いします。〇〇〇〇、ミラクルナイト。クリームシチュープレゼンツ。そんなことない。新感覚クイズバラエティ。うわ、ミラクルナイト。そういうことね。ひらめきクイズバラエティ。これむずいな。常識クイズバラエティ。人気者対抗クイズ。人気者対抗クイズ。あ、これめっちゃむずいわ。ミラクルナイン。クリームシチューのクイズ番組。ミラクルナイン。クリームシチューのミラクルナイン。クリームなクイズミラクルナイン。クリーミーなクイズ番組ミラクルナイン。まろやかな番組ミラクルナイン。クリームシチューさん関わってくるんだよ。クリーミーマミー。クリーミーマミーの番組。何なんそれ。クリーム、クリームクイズバラエティ。クリーム、クリームクイズミラクルナイン。あぶねえ。あぶねえ。やれた。わあ、よかった。クリームシチューさん。クリームシチューさんにはわかんない。ミラクルナイン。ミラクルナインに言ってよ。ありがとうございます。2回ほど出させていただきまして、あんな楽しい番組ないです。本当にめっちゃ楽しかった。めちゃくちゃ楽しい。そして何より、上田さん、有田さん、優しい。優しいね。僕正直ミラクルナインあんまりうまくいかなかったんです。ああ、なったね。2回目の収録あった、あった。正直、うん、なんか朝もなんかぼーっとしてて調子も悪くて、この言い訳なんですけど噛み合ってなくて番組と。まあ難しい。でも上田さんはずっと諦めずにいじってくれました。次行ったらもうちょっと落ち着いて立ち回りできると思いますんで、僕だけでもよろしくお願いします。じゃあそのさ、俺、お疲れ様でした。俺をちょっと配慮ない。挨拶できた。え、またコンビでお願いしますみたいなんで。いやいや、まあまあ俺の挨拶やから。ああそう、うん、まあまあ、まあ、そうか。あれでしょ、なってくるんだよな、ミラクルな。
しくじり先生。うわぁ俺みたいになるな。うわ腹立つわ。よっしゃしくじり先生。そしてスピンオフでやらせてもらいましたエポック先生。エポック先生、覚えております。おいおいおい、エポック先生、しくじり先生、どっちも出させていただきました。はい、あれは梶原さんの回でした。僕出させていただきました。もう本当にそう、ね、ページを開くたびにワクワクする。そしてしくじり先生のやっぱなんていうんですか、スタッフさん長いと思う、チームもえって、あの番組作ってる人すごいおもろいと思います。なんかしくじり先生はもう盤石なんで、オードリーさんおって、若林さんおって、もう原石さんおって、吉村さんおって、もう完璧なんで、もうしくじり先生の違うなんか番組、あのチームでまた僕やらせていただいたら頑張りますんで、何でもやります、よろしくお願いします。はい、そっかい、まあまあいいですよ。よっしゃ、テレ朝っ子やな、やっぱテレ朝っ子も俺は、まあ面なく全部もちろん全部ですけど、今んとこね、この2問という意味ですけど、押し早いね、早かったね、今ちょっといこう。丸丸早すぎるやろ。早すぎるやろ。丸丸。いや、モリモリ。タイムイズマネー。え？なんや、なになに？なんやと思った？逃走中。でも、いい推理やね。ああ。はい。丸丸、脱力タイムズ。うわぁ！そこ？サブタイトル扱い。これは失礼やわ。有田さんに。これは失礼。もうその、お笑いに対する姿勢がそうなってないってことですもんね。まあ答え分かってるんで。勝手に。これはきついわ。挨拶と違う動きしてる。まだあかんねん。いや、もう答えてくださいよ。何やったっけな、これはリアルタイムで使おう、このシンキングは。あ、これもリアルタイムで悪いの、こんだけ時間かかりましたと使おう。性格悪いな、何せんの。編集できるようにカウントしとこう。37、やばこいつ。編集でいつも助けられてるお前ね。40、テレビもこれもう全部編集をかけるやんじゃない。緊急速報。うわ、やば。脱力タイムズ。全力脱力タイムズ。わー、そうや。です。脱力タイムズ。いや、本当に大好きです。で、M1 優勝してから2回出させてもらったんですけど、本当にあの番組面白くて、あの、ツッコミ芸人のツッコミ芸人の憧れで、登竜門やと思ってます。で、ラリータさんにもね、ちゃんとお世話になりましたし、有田さんもめちゃくちゃおもろいし、あれかなり、ね、練られたね、まあ何がとは言いませんが番組じゃないですか。もう面白いで、ぜひまた出たいです。本当に僕2回出て2回とも公明太夫さんの回やったんで、もったいないというか、なんかもうちょっと違うのにも呼んでください。公明ちゃんはもういいです。でした。オッケー。いや、出たね。いや、あれおもろい、確かに。ね。リータさんもです。さあ、2対2なんで次ラストにしますか。はい。じゃあ、これ、取りましょう。あれ、これ、取ったらまた全員に挨拶できるやつする。お互いのやつじゃ取り合おうか。取り合おう。戦争やもんな。スモーリーチューブ。まる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 、世界の果てまで。いや、これわからん。何やったっけな。世界世界密着バラエティ、世界の果てまで。
最後まで聞いていいですか。まる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 世界の果てまで行ってくる。世界冒険バラエティ。トンチキ旅行バラエティ。トンチキ一周で終わるやろ、今も。冒険バラエティ。冒険クイズバラエティ。冒険旅行。世界冒険クイズバラエティ。世界冒険バラエティ。いい線いってそうやな。世界な。世界クイズバラエティ。冒険クイズ。冒険クイズバラエティ。やばいやばい、取られる。こいつどんどん俺の冒険クイズショー。いや、そこは覚えてる。下は覚えてる。何言うわ。こいつ取るからどんどんバラエティーかな。取るかな。世界冒険バラエティ。世界冒険クイズバラエティ。言うてる、俺が言うた。冒険旅行バラエティ。冒険バラエティ。冒険挑戦バラエティ。世界冒険バラエティ。世界入るかな、2回も。ミステリークイズバラエティ。ミステリー冒険バラエティ。ミステリー冒険クイズバラエティ。取り方エロい。冒険クイズ。おい、冒険クイズ。俺のいい情報。ミステリー怖い。ミステリーバラエティ。怖い怖い怖い。ミステリークイズバラエティ。嬉しい。そうなんやこいつ。俺の情報嬉しい。それでクイズバラエティ。おい、AI や。それで嬉しいクイズ。 AI 俺のいい情報を自分で。俺のいい情報を自分でバラエティ。効率だけ上げとる。なんや、でも惜しいよな。こいつはっきり分かるまで。世界は、はは何してんの俺やろ今の。びっくりした。数で言うたら、は何してんの今の。そんなにびっくりした。どっち。いや俺や。いや俺が上げてて。世界発見クイズバラエティ。世界発見バラエティ。世界発掘クイズバラエティ。世界発掘バラエティ。発見クイズバラエティ。冒険発見バラエティ。挑戦クイズバラエティ。冒険発見さ。冒険発見。冒険発見さいな。いやー、なんやろ。なんやったっけな。なんとかなんとかなんとか。世界の果てまで行ってくー。なんとかなんとかなんとか。世界丸ごとクイズバラエティ。世界丸ごとバラエティ。丸ごとクイズバラエティ。丸ごとでいいんだ。俺の丸ごと取った。怖いね、お前。世界の裏側クイズバラエティ。世界の裏側バラエティ。世界の裏側冒険バラエティ。怖い怖い怖い。俺の材料すぐお前トッピングすな。え、むずいな。むずい。なんとかなんとか世界の。ヒントもらいます。もらおうか。冒険バラエティ。そうやねん。あ、冒険バラエティ。負けじと。いや、と俺のちゃうの。負けじと。ミステリー冒険バラエティ。発見冒険バラエティ。ワールド冒険バラエティ。地球冒険バラエティ。おお。裏側冒険バラエティ。
なんとか冒険バラエティ今まで出てきてないなと。あー、いいヒントやね。いや、なんか片隅なんねんけど、リズム。なんとか冒険バラエティ世界の果てまで行ってきゅう。なんとか冒険バラエティ、驚き冒険バラエティ、仰天冒険バラエティ、衝撃冒険バラエティ、驚愕冒険バラエティ、クイズ冒険バラエティQ って何のこと？わかった。思い出した。謎解き冒険バラエティ。よっしゃー。クエスチョンや。はぁ、気持ちいい。謎解きクエスチョンバラエティや。そう、最初クイズ番組やったんですよ。そうなんや。めちゃめちゃクイズ番組やったん覚えてんねん。謎解きか。負けた。クイズやと思う。てきゅうさん、まずは、てきゅうさん、もう、てきゅうさんは、なんか番宣番組の、コーナーで出させてもらいました。そうね、マスさんといろんなことしました。どうぞ。てきゅうの、ロケで僕何でもやります。世界行きます。パスポート取りました。行かしてください。てきゅう頑張ります。今行くな。どこでも行きます。てきゅう。さあ、そして、ありがとうございます。あ、世界丸見えさん大好きで、もうもちろんですけど、たけしさん、所さんのもう子供の頃から見てた番組を出させていただけるなんて、もうあのオープニングでどんだけしんどいことされてもやっぱお笑い芸人になってよかったなと思うんですよね。おなまみれになったり、たけしさんがダンスみたいな、バーッてやったら長すぎて、あのほんまに死にかけましたあかんな、あれはびっくりしました。量多いで。たけしさん、ほんま80年代のバラエティまだやってます俺ほんま泣きましたから。あ、それがでも芸人魂で大好きです。あ、そう。テレビおもろくしてくれてありがとうございます。そして脱力タイムズ。そうよ。僕出たことないんですよ。出たいんですよ。もう本当、有田さん、ぜひよろしくお願いします。もう、有田さんにツッコむも好きですし、あの、ボケとツッコミ、まあ、あの、芸人ってもう関係ないと思ってて、もうあれ、ボケの芸人やからこそ、あの、結構、いいツッコミできるみたいな、もう、よくあるんで、あの、ぜひよろしくお願いします。脱力タイムズ、頑張りたいと思います。ありがとうございました。そう、挨拶されたな。挨拶気持ちいいな。一滴はむずかったね。謎解き冒険バラエティか。いい問題やったな。いい問題。また伸びひんやろな、この子。ありがとうございます。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。